何やってるんですか。着きましたけど。寒い。どうも、こんばんは。なおりチャンネルと申します。ということで、今日はですね、久々、すごい久々じゃないですか。夜中のスーパーに来ました。イエーイ！私の大好きな企画でございます。だって、夜中に外出ないからさ。ちょっとテンション上がるじゃん。わかるでしょうね。と。で、まあ今日は、まあ別にテスト期間とかでもないのでどうして来たのっていう感じなんですけど、まず1点目、パパが甘いものを食べたいと言って叫んでいるからです。2点目、ママがまたまた牛乳の買い忘れで大変だからです。申し訳ないね。私の家は毎日牛乳1本ぐらい飲みます。なぜかというと、パパとママがコーヒーをいっぱい飲むからです。割るんですよ。なんか美味しいやつだっけ、なんかすごい気に入ってるやつ。 それをその気に入ってるやつを買ってから、なんか牛乳の減りがまた多くなってしまいまして、ということで、まあ、牛乳がないと生きていけないんですよ。ということで牛乳を買いに行きました。あと甘いものも買いに行きましたっていう感じです。はい。でママと2人で来ました。はい。パパはまたまたセンスでと言ってきたのでね、ちょっとね、選んでいきたいと思います。はーい。それでは続けていきましょう。じゃあ、行きましょう。行きました。はい。ということで、はい。まずは、甘いものから。行きましょうか。今日そろそろ飲んだと思うけど。ほんとだ。聞いてよ。はい。聞いてよ。こんなサラサラなのに、今日お団子して学校行ったかんね。うん、まあでも今日早帰りだとかそんな後ついてなかったけど、うんうん、でも言うてさ、さっきまでずっとしてたじゃん。うん、そうだね。すごいね。ヘアアイロンって、ヘアアイロンってすごいね。着きました。甘いものコーナー、はい、過去私の大好きな場所。はい。ママ見てやばくない？大変。やばない？あ、やばいやばいやばい。英語しゃべれないから、うん、日本語の I love you。 うわ、すごい。うわ、迷いますね。え、スリートルトだって、かわいい。ピスタチオのスリートルト。ピスタチオだって、おいしそう。ピスタチオって何？ピスタチオってあれだよね、なんのってやつでしょ。解散したよね。確か、うん。あってくれよ。あー、これ美味しそう。すごすぎだろうって。どうする？ここからここまで全部くださいってやつやってみる？全然決まんないね。決まんない。全部決めてください。はい。決まりました。やっとですね。ここに何分いたでしょうか。はい、それです。もう賞味期限いいでしょ。うん、いいよ。すぐ乗って。2本で。あの、はい、ありがとう。タラタラを出たんですね。はい、はい、タラタラをね。はい、マジで将来お酒とタラタラで、うん、やりたいの。やりたい、いっぱいやりたい。いっぱいやりたい。いっぱいやろうね。分かった。おすすめのお酒教えて。うん、それまではこれで我慢するから。このシャンメリーで我慢するから。そうだね。去年の皆さん動画見てくださいよ。クリスマスのシャンメリー、パパが床にこぼしました。その動画はこちらです。絶対チェックしてください。スズメの戸締まり。はぁ、みたいな。うわ、美味しそう。これガチで作るやつ。もう全然帰れない。帰らせないよ。はい、買ってください。これこれ売れ始めたね。ここにありますよ、多分。あ、本当だ。これ美味しいんだよね。そうだね、美味しいよね。うん、はい、オッケーだよ。はい、んじゃ、レジ行って帰ります。なんでそれでやんの。1点87。ホイットカードはございますか？2点それでやりたいの。3点4点。そっちでやんないの。
で同じ商品が1点、2点、3点、4点で合計8点で1209円でございます。はい、ただいまんます。おかえりなさい。ただいまパパ。はい、おかえりなさい。ということでパパ甘いもの買ってきましたよ。悪いね。はい、まずは牛乳2本です。賞味期限は12月29日です。みんな覚えとくように。やんない。牛乳2本、これいつも買ってるやつですよ。はい、続いてはじゃーん、タラタラ4つです。ちょっと勉強するときにね、冬休み用です。イエーイ。はい、じゃあ甘いものいきましょう。パパこれです。え、じゃじゃん、ベルギー生チョコプリンのアラモード、7種のチョコ味が楽しめる。はい、これです。あ、うまそうじゃん。7種のチョコです。そうだ、これだけ食べたいパパ。ダメ。ねえねえ、これ食べたい。だめ、それがなくなったらメインがなくなっちゃうだろ。いや、あるよ、2個あるから。じゃあお前のやつのメインくれよ。じゃあお前なんだ。メインチーズスフレ、チーズフフスフレです。はい、まんまと一緒です。スフレの部分全部くれよ。もうないやん、皮やんそれって感じです。まあ食べましょう、食べましょう。ペンドーン。ケーキです。せーの、いただきます。マスマスカットラリラリラリアトイテテテツレラカン。はい、どうぞ。いただきます。はい、パパもどうぞ召し上がってくださいな。すいません、お蕎麦に預かります。いただきます。マスマスマスカットラリラリアトイテテテツレラカン。いただきます。マスマスマスカットラリラリアトイテテテツレラカン。楽天カードもなんで。じゃあ美味しすぎて頭おかしくなっちゃって。もう美味しい、うますぎる。よかった、マジ楽天カードマンだわ。それはとっても良かったですよ。はい、ということで今日は夜中のスーパーに久々に行ったよっていう動画でした。今ね、ママの牛乳とパパの甘いもののお使いということで、まあ、余計なものも買ってるんですけど、まあ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 好きなものなんで、それは置いといて、また行きましょう。もっと夜遅い時間行く、今度。楽しい、深夜って。うん。なんか今までも、たくさん深夜の、なんか、スーパーとか、あとコンビニとかもよくやってるので、よかったら、チェックしてみてください。はい。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして、Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。